チェンマイ最後のお寺、ワット・チェンマイです。すごく大きなお寺です。チェンマイって名前がついてるから当然かな。このお寺も壁画がすごく綺麗ですね。すごく大きな仏像があります。偉いお坊さんが座る席でしょうか。ずらーっと並んでます。このお寺も横にたくさんの仏像が置いてありますね。何か変わった建物が見えてきました。遺跡みたいな建物ですね。急な階段があります。これを登らないと中には入れないようですね。ライブラリーとミュージアムと書いてました。博物館みたいなものでしょうか。古い趣のある建物です。こちらは階段ではなく坂になっています。どうやって登るんでしょう。リスがいました。かわいい。野生のリスでしょうか。こんなのが普通にいるんですね。
12時ですね。12個の小さなぶっしゃり塔が並んでいます。すべて形が違うようです。涅槃像がありました。涅槃像っていろんなところにありますね。チェンマイの予定はすべて終了です。空港へ向かってタクシーを走らせています。また来たいですね。空港のレストランでタイ料理の昼ご飯。ビールは外せません。時間がなくなったので、大急ぎでロッカーへ荷物を取りに行ってます。遠いです。やっと到着しました。いよいよバンコクへ向けて出発です。